これを横に取らねえで、上へうんと広げるように、上からこうに来るようにするんだぞ。マウスに横に取っちゃダメだよ。私がおじいちゃんに出会ったのは、神奈川県相模原市の川尻八幡宮です。川尻八幡宮では毎年12月に入ると鎌倉の鶴岡八幡宮にも奉納するので、全部で9本のしめ縄を作ります。しめ縄を作る人は4年ごとに交代する地区代表の氏子で、その氏子たちを指導するのはこの道26年の佐藤隆夫さん、81歳。わらを今度はこういう向け的な、今度はこっちから言ってた、これを今片っぽ一つ紙は5寸向こうへ持ってきな、ここに、この仮止めでわらを止めてもらった時点でずずっと引っ張って、わらの根っこの袴の部分を剣刃で取り除きます。わらを柔らかくするため水で湿らせてからくるり棒で叩きます。おじいちゃんは慣れた手つきでくるり棒を使いますが、これがなかなか難しいのです。やっぱり先生来なきゃダメだ。こんなことで俺が生き来たじゃね、姫がそういうこと10日も20日もかかるよ。ごめんとこの親父やおじいさんにみんな仕事を。おじいちゃんは還暦に手が届いた人に平気で嫌味を言うのでびっくりです。今度やり方も徹底してビシビシやれ、仕事は早いのか。わらを逆さに使っちゃっちゃダメ。縄を縫うときは頼元は向こうなの。それをやるとぶっちぎって手間をかけなきゃなんで。おじいちゃんに怒鳴られている人を見ていると私は同情してしまいます。ささらにしながら縄を巻いていくんだぞ。でこっちから巻いていけじゃん。へりくつ言うな。そうやって巻くには縄を縫うときは逆転しなきゃなんで、向こうも外せこっちも外せになるの。いいか、いやどっちが能率が上がるかよ。よくそういうことを仕事の段取りを下手にしねえように効率よくやるということは、そういうとこから計算の中に立って仕事をしなきゃダメ。わらをわざと綺麗なく汚く巻こうとしてる仕事だぞ。みんな言い換えればな、言葉を変えればそういう意味だよ。俺がよっぽどバカなことを教えていたらと思うよ。俺の不良が悪いなんだよ。そういうこと言っちゃダメだよ。おめえは次回の親方で俺の代わりをやるんだろう。いや俺はおめえがそういう人だから余計言うんだぞ。おじいちゃんの後継ぎはこんなに怒られて面目丸つぶれです。このまんまじゃ下見えねえから、必ずあの裏を消してみる。それでもし足んなければこう寄せるとか、足んなきゃ乗せるとか、そうにすれば編む必要なんかねえの。手間かけて、ほら力出さねえ。おめえなんかやろ、これ年寄りは力出ねえ。せーの、そうだよそうだよそうだよ。寄り手は一箇所360度3等分120度。おやおや、おじいちゃんは算数の講義までしています。せーの、よいしょ。懸命に取り組んでいる姿におじいちゃんの顔もやっと笑顔。よかった。おじいちゃんの哲学がまた始まりました。でも頭の中じゃそういうことを考えて回す人も
ただ横へそっちに持ってではなく上へ上げてこうに来ると斜めが揃っていくよと、そういうふうに言われる。だからみんな今回はしめ縄構成で中学校だぞ、これから高校大学と俺もっと講義が違う。初めて会った時のおじいちゃんは言いたい放題の頑固やじと思いました。丈夫でまた今年もお宮のしめ縄作りに行けるわいって思いながら出向いてきたんだけどよ、小さいうちからここの土地にいて、ほんで子供の頃からここのお祭りを見たり、冬や太鼓でやっぱり自分の幼い頃のそういう教習中かそういうものがやっぱり未だに心の中にあるんだよな。だから好きになるんだよお宮がな。それでは誰のためにやるっていうことはない。自分がここのお宮にあのことでご奉仕をしたいというだけのことなんだ。それでみんなが集まってくれるんだよ。だから集まってくれる人も頑固やじと思ったのは大きな勘違いでした。自分の生まれ育った土地を愛し、その伝統を受け継ぎ大切に伝えようとする姿勢に強く心惹かれました。おじいちゃん、来年も必ずおじいちゃんに会いに来ますね。